はい、というわけでね、現在開催しておりますローソンと日向坂、そして桜坂46とのコラボを開催しておりますけども、今回はですね、日向坂46のウエハース、こちらに出ております。1箱分20パックですね、買ってきましたので、こちらをね、開封していこうかなというふうに思います。前回の桜坂46のウエハースも出てたんですけども、新潟、自分の周りはですね、どこにも売ってなくてですね、本当に探し回ったんですけど、全く売ってなくて、動画にできなかったんですよ。というわけでですね、まあ、今回はね、もういち早く買いに行こうということで、発売日にね、店舗を回って買ってきましたので、なんとか買えたという感じでございます。意外とたくさん置いてあってですね、これが5、6箱分くらい置いてあった店舗があったんですけど、これでもね、全部ね、こう、上が外されちゃってて、箱で買えなかったので、まあ、このまま買ってきたっていう感じにはなってるんですけどね。まあ、ちょうど1箱分20パックっていう感じなので、開封していこうかなというふうに思っております。パッケージこんな感じになっております。全62種類ですね。プラカード1枚入りで、チョコウェハースが2個入っているという感じでございます。はい。ここに書いておりますが、ノーマルカードが31種類、レアカード31種類。なんで、それぞれノーマルとレア1種類ずつあるという感じですね。はい。なので、20パック買っても全メンバー当たるわけないっていう感じなんですよね。なんで、フルで集めようってなったら相当大変な思いしなきゃいけないという感じですけど、はい、こんな感じになっております。では、1つ目開封していきましょう。もうね、20パックあるので、どんどん開封していこうかなというふうに思いますけども、なるほど、こういう感じですね。はい、2つ、このね、チョコウェハースが入っているという感じでございます。では、1つ目いきます。せーの、じゃん！お！宮地すみれさんですね。これはレアかな？キラキラしてますね。はい、こんな感じになっております。早速当たりなんじゃないかな？結構、はい、かわいいですけども、裏が、こんな感じになっております。このね、キラキラのカードに、下にね、直筆でこういう感じの印字が入っているという感じでございます。というわけで1枚目は宮地すみれさんが当たりました。では2つ目開封していきましょう。いきます、せーの、じゃん。おお、来ました。小魚ですね。小魚おさんでございます。これも光ってるけど、これはレアになるのかな。小魚です。こんな感じになっております。はい、裏はこんな感じですね。3つ目開封していきましょう。いきます、3つ目はじゃん。お、というわけで平尾ほのかさんが当たりました。こちらノーマルになるのかな。ノーマルの場合は裏にね、プロフィールが書いてますね。レアの場合は、書いてないね。はい、レアの場合はプロフィールとかは書いてないですが、ノーマルの場合は、はい、こんな感じでプロフィールが入っているという感じですね。はい、こんな感じになっております。いきます、4つ目はじゃん。お、来ました。斉藤京子さんですね。京子でございます。ノーマルだね、これは。62枚、全62種っていうことなんで、ダブル方が少ないとは思うんですけどね。じゃあいきます、せーの、じゃん。お、来ました。ニブちゃんですね。ニブあかりさんでございます。これはノーマルだね。6個目はせーの、じゃん。お、石塚たまきさんですね。はい、こんな感じです。7個目はじゃん。お、カトシですね。加藤志保さんのノーマルでございます。プラスチックなカードっていうだけあって、素材がめちゃめちゃいい感じですね。じゃあいきます、8個目はせーの、じゃん。来ましたね、浜岸日和さんのレアですね。はい、こんな感じになっております。じゃあいきます、9枚目はじゃん。お、後ろサリナさんですね。はい、ノーマルでございます。これで半分ですね。10個目開封していきましょう。せーの、じゃん。お、正源寺陽子さんですね。はい、レアでございます。だいぶ引きいいんじゃないかな今回。11個目開封していきましょう。11個目はせーの、じゃん。お、山口春代さんでございます。はい、こんな感じでございます。かわいいね。12個目はせーの、じゃん。お、上村ひなのさんでございます。13個目はせーの、じゃん。川田ひなさんでございます。かわいいですね。いきます、せーの、じゃん。来ましたね、渡辺りなさんですね。はい、こんな感じになっております。15個目はせーの、じゃん。宮地すみれさんのレアでございます。ダブらないでしょうって言ってたらダブりましたね。しかもレアで、はい、こんな感じになっております。
というわけで、宮地すみれさんの、レアが2枚当たりましたね。いきます、じゃん、マナフィーですね。高瀬マナさんでございます。しかもレアですね、こちら、はい、17個目はじゃん、お、高橋みくにさんでございます。せーの、じゃん、お、おたけですね。高本彩香さんでございます。はい、こんな感じになっております。レアだね。19個目開封していきましょう。じゃん、お、来ました、またレアだね。竹内きらりさんでございます。はい、こんな感じです。はい、というわけでラスト20個目でございます。最後何が当たるのか開封していきましょう。ではいきます、ラストはじゃん。はい、というわけで山下遥さんが当たりました。こんな感じになっております。はい、裏はこんな感じですね。はい、というわけで開封してきましたけども、いかがでしたでしょうかね。大体20個買って、半分いかないぐらいがレアっていう感じだね。こんな感じになっております。しかもその中でも、ダブリもあったので、そう考えるとまあまあまあっていう感じはありますけども、結構ね、引き的にはいい方なんじゃないかなっていうふうに思いましたけども、どんな感じなんですかね。はい、レアこんな感じになっております。このチャンネルでもね、開封めちゃめちゃやってきてますけど、その中でも結構いい引きだったんじゃないかなという感じでございました。というわけでね、皆さんも買われた方、ぜひね、何が当たったのか、どんな感じだったのかね、コメントの方でも教えていただければいいなというふうに思います。まだね、買ってない方、ぜひね、ローソンで見かけた際にはね、1個200円ぐらいなんでね、ぜひコメントの方で、買ってね、何が当たったのかも教えていただければいいなというふうに思います。はい、というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。